カシワ・マキの話は、グリム・ドーアの一つ。ネズの木の話とも呼ばれている。昔々、仲の良い夫婦が住んでいた。妻が、カシワ・マキの実を食べた際に解任して、息子が生まれたが、産後の日立ちが悪く死んでしまった。妻は夫に、私が死んだらカシワ・マキの木の下に埋めてくださいという遺言を残したので、夫はその通りにした。妻の死後、夫は再婚した。 再婚相手との間には、娘が生まれた。新しい妻は、繊細の残した息子を常に邪魔者扱いした。しかし腹違いの息子と娘にもかかわらず、仲の良い兄と妹だった。ある日、家に帰ってきた妹にリンゴを与えた母親は、お兄ちゃんにもあげて、ちょうだいとせがまれて、兄の殺害を思い立つ。少し遅れて学校から帰宅した兄に母親は、 箱からリンゴを一つ取るように言って、兄が箱の中に首を突っ込んでるところに、箱の蓋を勢いよく閉めて、彼の首を切断してしまう。ふとあれに帰った母親は、他人が殺したように見せかけようと遺体の首と胴体を、白い布で巻いて繋げて椅子に座らせる。兄が死んでいるとは知らずに話しかけた妹が彼が、返事をしないことに疑問に思い、母親に聞くと、 お兄ちゃんが何も言わないなら顔を叩きなさいと言われる。その通りにして兄の顔を叩くと首が転がった。兄を殺してしまったと同点する妹を母親は慰め、兄の遺体を切り刻んでその肉を調理中のシチューに放り込んでしまう。やがて父親が帰宅して兄の不在に疑問を抱くが母親は親戚のところに行ったとごまかした。 その後、父親は、夕食の際に、今夜のシチューは、うまいと何杯も、おかわりをする。妹は泣きじゃくりながら、兄の骨を、テーブルの下から集めて、それを絹のハンカチにくるんで菓子は、薪の木の下に埋める。すると、兄は美しい鳥に生まれ変わり、様々なところで美しい声を披露し、金の鎖と赤い靴と一周巣を手に入れて、家に帰ってきて、 家族を呼ぶように泣いた。その声にまず父親が家から出てくると金の鎖を与え、次に出てきた妹には赤い靴を与える。母親だけは最初は外に出ようとしなかったが、考えた末に出てきたところ、石臼が落ちてきて死亡した。すると鳥だった兄は人間の姿に戻る。ありがとうございます。